北朝鮮による日本人拉致問題とは、1970年代から1980年代にかけて北朝鮮の工作員や土台人、ヨド号グループなどにより、17人の日本人が日本、欧州から北朝鮮に拉致された問題である。日本政府が認定した拉致事案は12件、拉致被害者は17人。北朝鮮側はこのうち13人について、 日本人拉致を公式に認めており、5人が日本に帰国しているが、残り12人については、8人死亡、4人は入居せずと主張している。日本政府は、全員が生存しているとの前提で対処するとの立場をとっている。北朝鮮は、長年拉致事件への関与を否定してきたが、2002年、平壌で行われた日朝首脳会談で、 金正日総書記が日本人の拉致を認め謝罪し、再発の防止を約束した。しかし、日本人を拉致したことに対する賠償などは、未だに行われていない。2003年6月5日の衆議院本会議において、小泉純一郎首相は、拉致問題に関して、日本の主権の侵害と国民の生命と安全に、対して大きな脅威をもたらすことから、普通は、 テロと言えると思うと答弁している。2018年現在、日本政府は首相官邸公式ウェブサイトにおいて対話と圧力という姿勢を継続し、拉致問題の解決なしに国交正常化はあり得ないとしている。また、日本政府認定の拉致被害者のほかに北朝鮮に拉致された疑いが拭えない特定失踪者の解決も日本政府は取り組むと明言している。 建国当初から武力行使を辞さぬ形で朝鮮半島を統一することを標榜してきた北朝鮮は休戦した朝鮮戦争からの復興事業を一段落させた後、1960年代に入ると敵国の韓国に対する情報活動を活発化させた。時には直接の破壊工作も行ったと言われている。その工作活動は、 少なくとも1980年代まで続けられていたことが確認されている。これらについては北朝鮮側からの反論もなされている。1977年、金正日は北朝鮮の工作員たちに対しマグジャビに外国人を誘拐するよう命じている。北朝鮮の工作員だった新公主は複数の拉致事件に関与したとされ、その被害者の一人が 横田めぐみである。なお、日本政府は長期にわたって、真の引き渡しを求めてきた。朝鮮戦争の交戦時に、韓国側を支援していた日本は国内において、休戦中の1970年代から1980年代に、かけ、不自然な形で、行方不明となるものが出ていた。警察による捜査や、 亡命した北朝鮮工作員や逮捕された土台人の証言などから北朝鮮による日本人拉致の疑いが濃厚であることが明らかになった。また、朝鮮総連に所属した在日朝鮮商工人の文東立が日本国内で建造した過客船を北朝鮮に寄贈したことによる昭和51年の金日生と 文東立のツーショット写真は在日朝鮮人社会に大きな衝撃を与え北朝鮮への在日送金が始まることになり北朝鮮による核開発と核実験が公然と報道されるようになる2000年代後半まで在日送金は取締りや制裁すら一切なくその総額を佐藤勝美は天文学的な金額と書いた在日社会が衝撃を受けた 翌年の昭和52年には、右室事件や少女拉致事案が起き、在日送金の始まりとなった、下脚船は7年後に、北朝鮮兵士をミャンマーに運び、ラングン事件を起こし、日本人になりすまして、大韓航空機爆破事件を起こして捕まった、北朝鮮工作員、金剣記の日本語教師は、昭和53年に拉致された、田口愛子であった。それまで主として、 韓国国内で活動してきた北朝鮮の工作員らがこの時期以降、韓国当局の手によって数多く摘発されるなど、韓国当局による北朝鮮工作員への警戒が非常に厳しくなった。そこで在日韓国、朝鮮人らを抱き込んで韓国に入国させての対韓国工作活動の遂行が困難になってきた。そのため、北朝鮮当局は、 日本人になりすまして工作員を韓国に入国させる手口が有効であると考え、韓国のみならず世界各国の出入国に便利な日本人のパスポートを奪取するため、また同時に工作員を日本人に仕立てるための教育係としての利用、あるいは日本国内での工作活動の利便性を向上させる目的で複数の日本人を拉致したとの指摘がある。 一方で、特定失踪者問題調査会の調査結果によると、拉致されたもしくは拉致された疑いが濃厚なものが、失踪前に従事していた職業を詳細に調べた結果、印刷工、医師、看護師、機械技術者といった北朝鮮が国際的に立ち遅れている分野を担う職業に集中していることが判明している。また、これらの特殊技能を持った拉致被害者に、 日本人の配偶者を与え、家族を人質とすることにより、脱北させないようにするために、日本人を拉致した例も、多数あるのではないかとの指摘もある。北朝鮮には、1970年代には、ヨドゴーハイジャック事件で、北朝鮮に亡命した日本人男性が少なからずおり、国家の品格として扱われていた。拉致の実行については、以下のような手口が報じられている。 拉致実行の指令一部の拉致被害者は、近委員長の別荘でもあり、外国人品格の宿泊するホテルとしても使われる、招待書において、特殊工作機関の常時監視の下常日の特殊技能を活かした任務や日本語文献の翻訳などに従事させられていたとの指摘がある。脱北者によれば、日本人を含む拉致被害者は、別世界のエリートとして扱われており、 彼らとすれ違う際は目を伏せ顔を見ないようにするよう厳しく言われていたという。餓死する子供が多発している北朝鮮の一般庶民の現状に比べると拉致被害者たちは優遇された生活を送っていたと言われている。招待所では寿司や酢豚などの料理を食べ外国映画を見る機会もあり、一般住民の生活よりはるかに交代偶であったが自由な外出は許されなかったという。 2002年に帰国した拉致被害者、ハスイケ・カオルの招待所にいた時はまかない付きだった。招待所にいる間は、名所観光をしたり娯楽映画などを見たりした、曽我ひとみ、一般の朝鮮人との接触はない等の証言がある。北朝鮮の一般市民との接触は、継続的に特殊工作機関による厳重な監視下に置かれ、この時期に限らず常に遮断された状態であった。 北朝鮮側は2004年11月の日朝実務者協議で死亡とされた8人の死亡診断書等の資料が鉄造であったことを認めた。また、横田恵のものとして提供された遺骨を鑑定した結果、日本政府は別人のものと判断し、未期間の多くの拉致被害者は生存しているとみている。拉致被害者はこの他にも多数おり、 特定失踪者問題調査会では数百人に及ぶ日本人が拉致されていることを示唆している。その一方で生存情報の多くを頼っていた安明信、元北朝鮮工作員が韓国で麻薬密輸使用で有罪判決を受け、その後ろ姿を見せていないことから推測や憶測が混じったこれまでの情報の再検証が真相解明のために不可欠となっている。 この一連の拉致事件は長い間、謎とされてきた。冷戦末期の1987年に発生した大観光空気爆破事件の際の工作員、近県機の証言から疑惑が浮上したが、国会においては1997年までは国交正常化等の議題になった際に懸案として出る程度であった。百九十一年以来、日本政府は北朝鮮に対し拉致事件を、 提起していたが、北朝鮮側は否定し続けた。日本では1977年に拉致された中学生横田めぐみ等に関する実名、報道があってから国会で取り上げられるなど、報道の頻度が爆発的に増えた。1997年には、拉致被害者の救出を求める議員連盟が発足し、政府が7件10人の拉致被害者を認めた。北朝鮮側は、 拉致は捏造と主張し、北朝鮮系の在日朝鮮人の団体である朝鮮総連なども同様の主張をしていた。2002年9月17日、小泉純一郎首相らが包丁し、日朝首脳会談を行った際に、金正日総書記は、北朝鮮の一部の特殊機関の者たちが、現地受け負い業者と共謀して、日本人を拉致した事実を認め、口頭で謝罪した。 これにより、5人の拉致被害者が日本に一時帰国し、間もなく本人たちの意思で、日本に残ることとなった。2004年5月22日、小泉の二度目の包丁により、先に帰国していた拉致被害者の夫や、子供が日本への帰国を果たした。しかし、2002年の首脳会談の席で、金正日は、部下が勝手にやったことだと北朝鮮が、日本人拉致を初めて認め謝罪し、 すでに拉致実行組織を解体、拉致を指揮した者を処分したと伝えたが、拉致の実行犯が現在でも英雄扱いされているなど、実際に処分等は行われていない。北朝鮮は日本人拉致事件は解決していると主張している。北朝鮮は日本が解決済みの拉致問題を意図的に歪曲し誇張するのは日本軍が過去に、 朝鮮人民に働いた犯罪を覆い隠すための政略的目的に悪用するためだと主張している。一方で日本が誠意を示せば何人かはキスとも主張している。北朝鮮は日本政府が認定した拉致被害者17人のうち残り12人について死亡あるいは入居せずとして拉致問題は解決済みと説明しその後の協力を拒んでいるが 日本政府は拉致問題の解決なしに国交正常化はありえないとの方針により解決を目指して交渉を続けている。北朝鮮による日本人拉致事件についてはマスメディアさらに日本政府内でもすべて拉致と総称しているが刑法学上はすべて改修である。北朝鮮による日本人拉致においては刑法上の略種にあたる事案と 誘拐にあたる事案、国外移送時の状況が不明な事案に分けられる。少女拉致事案、アベック拉致事案、母子拉致事案、鳥取女性拉致容疑事案は逆手であり、欧州における日本人男女拉致容疑事案は誘拐である。右出事件、リオン系拉致事案、新公主事件、元飲食店店員拉致容疑事案など土台人を介したものと見られる拉致事案については、 誘拐の可能性が高いが、国外移送から北朝鮮入国に至る状況の詳細は不明である。日本政府が認定した拉致被害者は、久米広市、横田めぐみ、田口愛子、浜本吹恵、千村康市、蓮池薫、奥戸幸子、市川周一、増本ルミ子、曽我み、曽我美義、松木薫、石岡徹、有本慶子、原忠明、田中みのる、 松本京子の17人。このうち、浜本、千村、蓮すけ、奥戸、蘇我瞳の5名は日本に帰国。2007年4月12日、警察庁はこれに加え北朝鮮工作員と結婚した日本人女性の子供2人が1974年6月中旬に行方不明になった事案について、複数の工作員関係者からの証言などから、北朝鮮による 拉致被害者と断定したと正式発表した。よって、同事案は、政府認定拉致被害者に係る拉致事件と同様に、政府認定の拉致事件であるが、被害者たる子供二人が、朝鮮籍であり、日本国民であることを要件とする拉致被害者、支援法の認定基準には該当しないため、子供二人は、拉致被害者としては認定されていない。 警視庁公安部は、ヨドコを犯人の妻の森淳子、若林咲子を国際手配し、北朝鮮に対し所在の確認と身柄の引き渡しを求めている。二次拉致事件この事件の被害者の国籍が朝鮮籍であったため政府は拉致認定を見送ったが、捜査を行った警察自身が拉致事件であると断定している。以上のように、拉致事件は1970年代を中心に、 実行された。北朝鮮工作員の日本国内への侵入は、日本の海上警備を担当する当局の警備能力の低さから、北朝鮮では非常に簡単な任務であったと伝えられている。領海警備を担当する海上保安庁は、当時武装工作船への対処能力は持っておらず、また拉致そのものが表面化していなかったため、北朝鮮による恩蜜領海侵犯や、 都大臣の暗躍は全くの想定外であった。一方海上自衛隊は拉致といった刑事事験的な事案に関与する機関ではなく、当時はソ連の潜水艦への対処しか想定していない組織であったため、不審船の領海審判には無意無策であった。他国に不法侵入して他国民を拉致する行為は国家の主権を侵害する行為であり、 国際法上直接侵略とみなされる。その反面、国、政府も拉致を実行された、自治体も、国土、国民を守る、体制、拉致後の拉致被害者奪還に対する対応ができていなかった、主権を守れなかったともみなされる。警察では拉致の協力者への取り調べや暗号文の解読により、北朝鮮による拉致を把握しつつあったが、 成田空港関西党選挙事件の発生により、国内の過激派対策に注力せざるを得なくなったため、拉致への対処が遅れたとも言われる。1980年1月7日、産経新聞がマスメディアにて初めて拉致事件の報道をする。タイトルは、アベック3組なぞの蒸発外国情報機関が関与。記者は、産経新聞社会部の安倍正美 1980年3月24日、参議院決算委員会において公明党の泉、テルは、アベック失踪事件について質問。この質疑応答においては、北朝鮮という言葉は出なかったが、北朝鮮による日本人拉致問題に連なる議題が初めて国会で取り上げられる質疑となった。1988年1月28日、衆議院本会議において、 民社党の塚本三郎委員長は、竹下昇首相の施政方針演説に対し、代表質問を行う。その中で、大観光空気爆破事件、リオン系及び金禁機等に言及するとともに1978年7月から8月にかけて、福井県、新潟県、鹿児島県において発生した、若年男女の行方不明事件、富山県高岡市で発生した、 若年男女の拉致未遂事件について北朝鮮による犯行ではないかと指摘し真相究明を求める。この塚本の質問は国会において初めて北朝鮮による日本人拉致について取り上げられたものであったが、竹下首相からは明確な答弁を得られなかった。1988年3月26日、参議院に予算委員会で 日本共産党の橋本敦氏は1978年7月から8月にかけて福井県、新潟県、鹿児島県において発生した若年男女の行方不明事件、富山県高岡市で発生した若年男女の拉致未遂事件、リオン刑及び金禁機等について質問を行う。これに対し国家公安委員会委員長の梶山、清六は北朝鮮による 拉致の疑いが濃厚であることの見方を示し、真相究明のために全力を尽くす考えであることを表明した。これは北朝鮮による日本人拉致事件の存在を政府が認めた初めての公式答弁である。これに続き宇野総介外相は、北朝鮮の拉致が現時点では家庭の話ではあることを前置きした上で、我々の主権が侵されていたという問題、全くもって、 許し難い人道上の問題、強い意気通り、主権国家として当然取るべき措置は取らねばならぬと、答弁。林田幸雄法相は、我が国の主権を侵害する誠に、重大な事件、判明したならば、そこで、処置と、さらに木内康光警察庁警備局長は、一連の、事件は北朝鮮による、拉致の疑い、すでにそういった観点から捜査を行っていると、答弁し、 北朝鮮による日本人拉致について政府の認識を示した。しかし、この答弁自体は主要3市には掲載されず、日本経済新聞と産経新聞の夕刊にベタ記事で掲載されただけだったため、警察の捜査の進捗状況や事件の真相も明らかにならないまま一般には半ばほとんど知られることなく放置されることになった。一方、 1988年8月、ヨーロッパにおいて、北朝鮮工作員、ヨド号ハイジャック事件犯人関係者に拉致された、石岡徹と、松木薫それに、有本恵子の消息を伝える石岡本人の手紙が、ポーランド経由で、石岡の家族のもとに届く。この手紙によって、行方がわからなくなっていた3名が北朝鮮にいる、ことが判明した。しかし、松木については、 その手紙に正確に住所が記されていなかったため、家族には時間が経ってから知らされた。石岡、有本家は日頃から北朝鮮とパイプがあることをアピールしていた日本社会党系の政治家に助けを求めることにした。石岡の家族は札幌市の日本社会党北海道連合にも相談したが、本部に連絡をする。国交がない国なので口害しないようにと言われた。 国交がないからという言葉は、それ以降も外務省や様々なところで言い訳に使われることとなる。一方、有本の両親は上京して、自由民主党の政治家に助けを求めることを決め、1988年9月、東京都千代田区長田町の衆議院議員会館に、自由民主党幹事長の安倍晋太郎を訪ねる。安倍は、夫妻の訴えを聞き届け、 当時秘書だった次男の安倍晋三に夫妻を外務省と警察庁に案内するよう命じ、夫妻はここに至って、ことの次第を外務省、警察庁に伝えることができた。以後、有本夫妻は安倍府氏に連絡するようになり、安倍府氏はこの問題に取り組むことになるが、1989年6月、新太郎は癌を発症し入院。幹事長も退任した。以後入退院を繰り返したが、 1991年5月、新太郎は高いした。後継者となった新蔵は、暴風の地盤を引き継ぎ、1993年、第40回衆議院議員総選挙に立候補し、当選。以後国会議員としてこの問題に取り組むことになった。家族会の結成1996年9月、金正日の拉致指令が出版される。著者は、石高健次。 元北朝鮮工作員からの証言をもとに取材し、日本人拉致事件の情報を公にした。1997年初頭、元北朝鮮工作員で脱北者の安明真の証言が出て事態が動き出す。同年1月23日、新新党の西村慎吾は、衆議院予算委員会に、北朝鮮工作組織による日本人誘拐、拉致に関する質問主意書を提出し、 初めて、横田恵ぐ拉致事案を取り上げ、政府の認識を問うた。同月に新潟県で北朝鮮に拉致された日本人を救出する会が発足し、一部の拉致被害者家族が実名公表を決める。これを受け同年2月3日、衆議院に予算委員会において、西村は大韓航空機爆破事件や文成功事件、近県機の著書などに言及しながら、横田恵、 久米博田口愛子、原忠明らの実名を挙げ、彼らが北朝鮮に拉致されていると明確に指摘した質疑を行い、橋本龍太郎首相、池田幸彦外相に政府の見解をただした。大手マスコミもこれを報道し、当時13歳の中学生少女が拉致されていたという事実の指摘は国民に衝撃を与え、北朝鮮による拉致事件が広く、 国民に認識される契機となった。このように国内で拉致問題が初めて大きくクローズアップされる中、3月25日に北朝鮮による拉致被害者家族連絡会が結成され、救出活動を開始することになった。また国会内では議連結成の動きが本格化した。4月15日、自由民主党衆議院議員の中山正明が会長となり、 超党派の議員による北朝鮮拉致疑惑日本人救済議員連盟が設立された。同年5月1日の参議院、決算委員会において、自民党、吉川義雄の質疑に対し、伊達沖春警察庁警備局長が北朝鮮によって、横田めぐみが拉致された疑いがあるとした答弁し、政府は7県10人が北朝鮮に拉致された疑いが濃厚と発表。メディアが、 拉致問題を一斉にクローズアップした。拉致問題の報道が本格的になると同時に国民の関心も徐々に高まっていった。拉致問題解決の署名活動が行われ、1997年8月末には60万人、1年後には100万人を超えた。このうち福井県では地元の拉致被害者の父、千村保津らの活動により県民の半数の署名を集めている。 拉致議連の混乱級拉致議連において、当初中山は、拉致問題が解決するまでは北朝鮮に対して、食料支援を行わないと発言するなど強硬な姿勢を見せ、議連も一致して、その原則で臨んでいた。しかし中山は1997年11月に、平壌を訪問して、以降、急遽各方面に拉致事件否定説を発表するなど、不可解な行動を見せた。 翌1998年には、拉致議連会長のまま日朝友好議員連盟の会長に就任し、政府の政策と矛盾する言動を取り始めた。中山の態度表現に対し、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会はもとより、マスコミや当時中大生であった、県政氏や倉山光が創設した中大生を救う会などから疑念と批判の声が、 上がった。また、中山の行動が影響し、旧拉致議連参加議員の中から、日朝友好議員連盟にも重複加入する議員が現れるなどしたため、旧拉致議連は活動休止状態に陥った。その後も、中山は2002年3月20日、拉致被害者である有本恵子の母、佳代子に電話をかけ、日本人が日本人を連れて行ったもので、 北朝鮮の工作員が関与していないという話の方が、有本さんを帰国させやすいと説明したほか、北朝鮮で合わせることを持ちかけた。会長自らそれまでの方針を勝手に翻し、このような言動を行ったことで、家族会の疑念を生むことになった。議連メンバーや救う、会関係者、支援者から批判を浴びた中山は、日朝友好議員連盟会長と、 北朝鮮拉致疑惑日本人救済議員連盟の両会長を辞することになった。旧拉致議連は公認人事について桜井新幹事長と西村慎吾事務局長代理に一任したが、同年4月3日、両名の協議の結果、体制一新が必要との判断に達し、旧北朝鮮拉致疑惑日本人救済議員連盟は解散した。これを受けて、 同月、石破茂を会長、西村を幹事長、平沢勝恵を事務局長とした北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟が改めて結成された。同年4月25日の新拉致議連設立総会には、中参国会議員31人と第30人が参加、家族会、救う会と結束して行動することを確認した。 新立議連は、当時経済産業大臣だった、平沼夫や内閣官房副長官の安倍、晋三らが賛同、第一次、小泉内閣もこれを支持するところとなった。また中川正一、上田聖二ら新立議連の呼びかけ人に応じた、中井博士、小谷敬二ら自由民主党、民主党、自由党、保守党の超党派の議員が発足当初から参加しているが、公明党、 社会民主党、日本共産党からの参加はなかった。一方中山は、同年5月7日の昼、赤坂プリンスホテルの中華料理店で、スク会の役員に、有本恵子さんは生きていると語ったが、9月21日の12時頃救スク会の西岡力が秘書を通じて、中山に、この発言の根拠を確認したものの回答はなかった。このような中山の言動は、 被害者家族はもとより国民の不信感を生み、拉致事件の解決が妨害されたとして、真摯な説明と謝罪を求める声が、議員辞職後の現在も多く上がっている。2000年4月9日、石原慎太郎東京都知事は、北朝鮮に拉致されていた、いたいけな、あの少女一人を救うこともできずに、これは政府の責任であると前置きし、不法入国した多くの三国人。 外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返していると述べた。また石原は2001年9月30日のテレビで北朝鮮が日本人150人を拉致したとの趣旨の発言を行い、朝鮮総連が事実無根で悪意に満ちた暴言。発言の根底には朝鮮民族に対する深い別種と差別の思想があると反論した。和田春樹は 世界2001年1月及び2月号に掲載した論文、日本人拉致疑惑検証するにおいて、横田めぐみさん拉致の情報は、その内容も、発表のされ方も多くの疑問を生むものである。以上の検討からして、横田めぐみさんが拉致されたと断定するだけの根拠は、存在しないことが明らかであると、北朝鮮の日本人拉致について否定的な見解を示した。このため、 翌2002年に北朝鮮が拉致問題を認めて以降諸君、正論等からは激しい批判が加えられるに至った。これについて和田は拉致の存在そのものを否定したわけではないと釈明した。しかし中には金正日が拉致を認めるまで拉致を絶望と主張する個人や団体が存在した。例えば弁護士の土屋貢献は2002年までは 拉致問題は存在せず、国交交渉を有利に進めたい。日本側の機弁である、日本政府は謝罪と賠償の要求に応じるどころか、政府間交渉で疑惑に過ぎない行方不明者問題や、ミサイル問題を持ち出して、朝鮮側の正当な主張を交わそうとしている。破レンチな行動と言わざるを得ない。と、講演で繰り返し主張していた。土屋は後に、裏切られたという、思い。 強い憤りを感じる。北朝鮮政府の言うことを信じ、大勢の人々に対し様々な講演で拉致はなかったと説明してきたことを申し訳ないと思っていると語っている。団体では、社民党が党のホームページに、韓国安全企画部や産経新聞のでっち上げの疑惑があり、少女拉致疑惑事件は新しく捜索された事件という、 他ないと事件の捏造を断定する趣旨の北側、広数の論文を載せていた。一方で、北朝鮮に比較的擁護的だった立場の人々、とりわけ多くの在日朝鮮人や一部の保守系、政治家、または左翼勢力の中には北朝鮮による日本人立ち問題を右翼や政府による捏造と信じて疑わなかったものが多く、一部では、 朝鮮人差別を原因とした列像であると信じていた者もいた。社会民主党の月刊誌、月刊社会民主1997年7月号では、拉致事件をでっち上げとした上で、拉致疑惑事件は、日本政府に北朝鮮への食料支援をさせないことを狙いとして、最近になって考え出され発表された事件なのである、としている。北朝鮮による拉致が公になった後の、 日本政府の動きは鈍かった。拉致被害者の兄のハスイケトールによれば、被害者の情報を求めに、警察庁に訪れても、捜査上の秘密と何も得られず、また外務省の単願に訪れても、誠意を持って取り組むと、単なる言葉のみだけに過ぎなかった。また法務省の人権擁護局に至っては、仕事の範囲以外と、まともに相手にしてくれなかった。 拉致事件解決の鈍い動きの反面、この時期の日本国政府は北朝鮮への食糧支援の動きは積極的であった。こうした状況を打開するため、救う会は政府機関や与党自民党の前で座り込みをする活動を行った。しかし政府は2000年田中真紀子党米議員たちの援助積極論の力により北朝鮮への50万トンもの国内米の支援を 決定した。なお、この時の旗恵参議院議員は救う会の活動を、暴徒と溶かしている集団と呼んでいたという。また、野党も、社民党を党首、土井高子は、食料援助と拉致疑惑は切り離すべきと主張し、民主党の鳩山幸夫も同様の演説をした。2001年9月11日に、アメリカ同時多発テロ事件が、発生、10月30日の参議院。 内閣委員会にて出された質問、拉致をテロと認識するか。に対し、福田康夫は、拉致はテロではないと、拉致事件への消極的な答弁を行った。このような拉致事件への消極的な政治対応が一変する事件が起こった。2002年1月に北朝鮮工作船による九州南西海域工作船事件が発生。さらに、この年のジョージ・ W ブッシュアメリカ。 合衆国大統領の一般教書演説にて、イラン、イラク、北朝鮮を悪の数軸だと発言した。2002年4月、衆議院ついで参議院にて、日本人拉致疑惑の早期解決を求める決議が採択される。4月25日には、新拉致議連が発足する。2002年日朝首脳会談2002年9月17日、小泉純一郎首相が、 北朝鮮の平壌を訪問し、国防委員会委員長、金正日と会談した。元北朝鮮外交官、大野長博によると、小泉首相は、拉致を認め被害者を帰国させれば100億ドルを払うとしていた。その席で北朝鮮側は、日本人13人を拉致したことを認め、金正日総書記自らが、日本人拉致事件について、遺憾なことであり率直にお詫びしたい。 私が承知してからは関係者は処分されたと述べ、北朝鮮側としては、実行者は英雄主義に走ってかかった一部の特殊機関のものによる行為とし、関係者はすべて処罰したと説明した。また、死亡したとされる8人に関する死亡診断書などの情報を提出したが、これらはすべて鉄造であったことを日朝実務者協議で認めた。日朝ピョンヤン宣言では、 国交正常化の後、経済協力を実施することとなっているが、日本政府は、拉致問題の解決なくして、国交正常化はあり得ないと繰り返し述べている。5人の帰国その後の交渉で、北朝鮮が生存していたとした5人の、拉致被害生存者については、一時帰国を条件に2002年10月15日に、帰国が実現した。交渉は、 外務省アジア太陽州局長の田中糸氏と国家安全法衛部第一副部長の金詰めという偽名を名乗る人物の間で行われた。田中局長は生きている拉致被害者を4人から5人程度出せばいいと提案。北朝鮮側が了承し5人の一時帰国が実現した。5人の帰国後、日本政府は世論や拉致被害者家族会の要望などにより、 一時帰国した被害者を北朝鮮へ帰すことを拒否し、5人の家族の帰国も要求する方針を取った。このため、北朝鮮側は日本政府に対し約束違反だと主張した。このような北朝鮮政府の抗議により、その後の交渉は北朝鮮政府が日程を決めないなどしたために中断した。帰国した拉致被害者、小泉包丁後の世論の大変化。 ブルーリボン運動指示を意思表示するブルーリボンバッジ2002年9月17日の小泉純一郎と金正日による日朝首脳会談で金正日国防委員会委員長が一連の拉致事案や工作戦事案を認めて謝罪したことで状況は一変する。マスメディアは連日日本人拉致問題を報道して北朝鮮を激しく球団し国民の多くは 対北朝鮮制裁を強く訴えるようになった。大韓民国の東亜日報は当時の日本国民の激怒ぶりを憤怒と報じた。報道におけるタブーとして有名であった北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国という故障方法が一斉にマスメディアから姿を消し、単純に北朝鮮と故障する様になった。英語圏においては拉致事案を キットナップからアブダクションへと表現を強めた。日本人拉致問題をでっち上げと言い続けてきた在日本朝鮮人、総連合会は、本国にはしごを外された格好となり、急遽記者会見を開き引けしに奔走したが、時すでに遅かった。同時に、拉致事件に怒りを覚えた一部の日本人によって、チマチョゴリを着用した女子生徒への嫌がらせ。 事件や朝鮮学校生徒への暴言、暴行があると朝鮮総連は主張したが、日本の警察はそれらの事件について政治的背景はないと判断した。在日朝鮮人のショックは相当なものであった。金時賞は植民地統治の強いられた悲虐の正当性も、これで吹っ飛んだ気にすらなったと嘆き、拉致事件に対峙して過去の生産を言い立てることがいかに、 おかしてはならない、民族受難を汚すことであるかを、私たちは心して知らねばならないと述べた。北朝鮮に対して、比較的友好的な立場を取っていた人々は、日本の世論の大転換を目の当たりにして、日本人拉致事件について言及せざるを得ない状況に追い込まれ、また、日本人拉致事件を、鉄道、っち上げと主張していた人々は、事実認識の誤りを撤回して、 謝罪を迫られる状況に追い込まれた。なお、アントニオイノ木のようにこの世論の大転換を疑問視する発言をしている者もいる。ただしチョキは口述のサピオでの発言にあるように、拉致問題の解決自体に否定的なわけではない。現在、東京都の都営地下鉄各駅では、北朝鮮による東京都での特定失踪者たちの顔写真を駅構内にポスターとして貼り付け、 東京へ帰せと訴えている。2004年日朝首脳会談と拉致被害者家族の帰国2004年5月22日、小泉首相は2度目の平壌訪問、北朝鮮側との会談を行い、22日中に、蓮池千村夫妻の子供たちが母の祖国日本へ帰国した。また、曽我瞳の家族は、夫が脱走、亡命した元アメリカ兵であり、 アメリカ軍による軍法会議訴追の問題があるため北朝鮮政府側に必要に北京での面会を求められるがこれを拒否し2004年7月9日にインドネシアのジャカルタで家族と再会その後7月18日家族は日本に帰国を果たした遺骨問題 DNA 鑑定の依頼を受けた帝京大学医学部講師吉井富雄の鑑定により日本政府は 遺骨とされた骨は別人のものと判断した。ただしこの鑑定では本人の DNA が検出されなかったということだけであってこれをもって別人だと断定できるのかという声が上がった。特に2005年2月2日付のネイチャー氏で指摘されたことで問題が表面化した。まず遺骨は仮想されたものであり DNA は残っていないはずというものである。 DNA は熱に弱いために、仮装された遺骨から DNA が検出されること自体がおかしいのではという指摘がある。また、コンタミネーションの可能性も懸念される。帝京大学が行った DNA 鑑定は、ネステッド PCR という方式をとっているが、この方式は非常に敏感であり、コンタミネーションに由来しない論拠を示すことが非常に重要である。さらに、 吉井はそれまで、仮想遺骨鑑定が未経験で、当該鑑定が初めてであったことも指摘されている。日本政府はこれらに対し、仮想した骨の一部が、熱に十分さらされなかったため DNA が、残存していたと説明した。遺骨は鑑定のために使い果たし、採取は困難であるとされている。一方、もともと、朝鮮半島には仮装の習慣はなく、仮装されていること自体が、 北朝鮮の鉄像を裏付けるものであるとする主張もある。前述の通り仮装に際しては、日本のように専用の施設を用いたものではなく、解放された空間で行われた、いわゆる野焼きに近いものだと、日本国内では推定されているが、北朝鮮政府は専用の施設を使って仮装したと説明している。また、北朝鮮側の説明によれば、一旦は土葬された遺体を、 離婚した夫が掘り返して仮装し、その遺骨を自宅に保管していたとされる。ネイチャーはこの問題、特に時の官房長官、細田博之が、記事は一般論を述べており、今回のケースでそうであると特定していないと発言したことについて、3月17日号に論説、政治と真実の対決を掲載して、日本の政治家たちはどんなに不愉快でも、 科学的に信頼できないことを制止しなければならない。彼らは北朝鮮との戦いにおいて科学的整合性を犠牲にすべきではないと反論した。さらに別人判定を下した提供代行士がその後に警視庁科学捜査研究所の法医課長となり、インタビューが事実上不可能になったことについて、転職は日本の拉致調査を妨害するで日本政府を批判している。 小泉法庁後の政治家の動き新拉致議連は、2002年9月17日の小泉純一郎首相の北朝鮮訪問を経て、参加議員が増え始めた。同年9月30日、会長の石場茂が入閣したため、中川昭一が新会長に就任した。2002年9月の小泉法庁後、家族会が東京都知事石原慎太郎に協力要請したことなどが、 きっかけとなり、救出活動は地方政界にも広がりを見せ、地方議会にも拉致議連が結成されていった。2003年4月には新拉致議連結成メンバーの松沢成分が神奈川県知事に、同年8月には上田誠司が埼玉県知事となり、国会議員と地方議員、市長が連携した活動が活発化した。同年9月22日、 会長の中川が入閣したため代表が空席となったが、平沼武雄が閣僚から外れたため、同年10月9日、中川、安倍の依頼で平沼が会長に就任した。2003年11月の第43回衆議院議員総選挙直前の時点で77名の国会議員が拉致議連に参加。 第43回衆議院議員総選挙では、それまで地方議員として救う会などで活動していた、大前茂雄が当選し、大前は直ちに事務局次長に就任。さらに新たな当選者を加えて、2004年1月には188人に急増、その後も増え続けたが、実際に活動しているのは、初期のメンバーが中心であった。加入してもほとんど活動しない議員も多く、 2005年8月、拉致被害者家族会会長の横田茂は、拉致議連に入っている。国会議員は一部で、実際に活動しているのは、数人と嘆いている。現在までに相当数の超党派議員が、拉致議連に参加しているが、2009年8月の、第45回衆議院議員総選挙前後の時点では、拉致議連の実際の活動は、石場、中川、平沼、安倍、 西村、原口和弘、松原人志ら新拉致議連初期のメンバーが中心で、家族会が信頼している議員も彼らのみという。拉致議連とは別に、日朝国交正常化交渉の中で事件を解決しようとする超党派議員の動きもある。青山茂春が、現内閣総理大臣の安倍晋三は、小泉包丁は、拉致問題全体で見て、 失敗だったと考えていると主張しており、その理由として、小泉さんの個性でもある一発、回答、一発解決、大歓喜の声、そういうものを求めるタイプは強いといえば強いけれど、そこが弱さの裏腹になってですね、そういう焦りがあったから、北朝鮮は北朝鮮で、小泉さんを通じてお金を欲しいものだから、焦って乱暴な回答になったとしており、 阿部はこれを反省して、これらを否定する方針に切り替えたと述べている。拉致問題の解決に関しては口述されている通り、人それぞれに多種多様な思想、方法論が存在している。国際社会の動き北朝鮮による日本人拉致問題について、横田先ラと会談する当時のアメリカ合衆国大統領ジョージ W ブッシュ左に座っている少女は、 信用総領事館北朝鮮人亡命者、駆け込み事件の家族の一人北朝鮮側は、拉致したのは13人だけ、問題解決の取り決めで、死亡者8人を除く生存者5人を介したので、問題は全て解決済みと主張している。しかし、日本側は、問題解決の取り決めなどしていないと主張し、また、北朝鮮から死亡の証拠として出されたものは全て、鉄道であるとしている。 2004年5月までに被害者5人とその子供たち計10人は北朝鮮から帰ってきた。しかし、未だに残りの多くの被害者の消息は不明のままである。日本政府は細田博之内閣官房長官が迅速かつ誠意ある対応がなければ厳しい対応を取らざるを得ないと制裁を示唆したが、未だに誠意ある迅速な対応がなされていない。政府見解に従えば、 制裁の発動はなされていいと考える世論が著しく強い。北朝鮮の最高指導者が拉致に関し謝罪しているにもかかわらず被害者情報の不信点や矛盾点に対して全容解明には応じないなどのことから拉致被害者家族会は国連に対してもこの問題に対する協力を要請している。来日したナン国連事務総長は2004年2月24日の 国会演説で、この問題にも言及し、完全解決を希望し、関係者に同情する旨、述べている。同2004年、米国議会は上下両院にて、北朝鮮人権法を成立させた。この法案に対し、南北統一に向けて、北朝鮮を刺激したくない韓国与党は懸念の意を示したが、対象的に拉致被害者の家族で構成される、いわゆる、家族会は、 米国政府、大統領に対しシャイと敬意を表明した。2004年、日本では特定船舶入港禁止法、改正が痛め法など、いわゆる北朝鮮経済制裁に法が成立した。2005年11月2日、イギリスが主導し、EU、日米など45カ国による共同提案により北朝鮮非難決議案が国連に提出され、同年12月16日に、 国連総会で賛成88、反対21、危険60で採択された。中国、ロシアなどは反対。韓国は韓国最大野党派なら党が政府に対して参加を求めたが危険した。決議案は外国人拉致のほか強制収容所の存在や相関された脱北者の扱いについて組織的な人権侵害とし、 北朝鮮を名指しで非難している。また、北朝鮮核問題を討議する六社会合にて、北朝鮮人権問題の作業部会の設置を検討している。日米外相会談において、ライス国務長官は、拉致問題につき、全面的な支持を表明し、米政府、デトラに、六社会合担当特使は、拉致問題の解決が、北朝鮮の国際テロ支援国家指定を解除する。 条件と述べ国家安全保障会議のマイケル・グリーンアジア上級部長が拉致を含め人権問題が協議の中で大きくなっていると述べるなど日米間の連携が見られる。また、米国務省で北朝鮮人権問題を担当するレフコウイッツ大統領特使は拉致問題解決のため可能なことはすべてやると述べ全面協力を約束した。しかし、 アメリカは北朝鮮に対しテロ支援国家を解除した。その対応に拉致被害者家族だけではなく日本市民からもアメリカに対して批判している。また、拉致問題の存在自体を6社会合や北朝鮮との国交正常化交渉における障害物と位置づける見方が一部で存在している。北朝鮮と国交のあるベトナムは拉致問題の解決に協力したいと 日本に支持を表明している。2017年9月19日、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領は、国連一般討論演説において、横田めぐみを念頭に、日本人の当時13歳の少女が拉致された。彼女は、スパイの要請に利用されたと述べるとともに、北朝鮮は、すさまじい人権侵害を行っていると非難した。 2005年2005年10月30日23時30分から特定失踪者問題調査会が北朝鮮向け短波放送、潮風の放送を開始した。なお、同会によれば放送目的は下記のような内容である。放送目的拉致被害者に対して日本で救出の努力をしていることを伝える。北朝鮮当局に注意しつつ、 情報を外部に出してもらうよう伝える。その他今後の課題だが、北朝鮮の体制崩壊時などには避難場所等の情報を流すこと等にも使うことを想定。2006年2006年3月23日、警視庁公安部は原忠明知事件に関連して、大阪市の中華料理店、崩壊廊や在日本朝鮮大阪府省公会などに強制捜査を実行した。 2004年に大阪府議会の不議欄が告発したことに伴う、中華料理店は腹柄ら,ら地直前まで勤めていたところ、翌日付の産経新聞などによれば、中華料理店経営の在日朝鮮人男性は、容疑を全面否認しているという。警察は近く、韓国に在住している共犯者男性の逮捕状も取り、韓国政府に引き渡しを要求する。ちなみに、2002年に、 日韓犯罪人引き渡し条約が結ばれている。2006年4月11日、日本政府は、拉致被害者、横田恵の夫の可能性があるとして、DNA 鑑定を実施していた、韓国人拉致被害者5人のうち、金秀夫が一番可能性が濃厚であるとの発表を行った。これを受けて、家族会は韓国拉致被害者家族会と連携する方向に動き始めた。 これに対し、北朝鮮は6月28日、金秀夫と母親との北朝鮮国内での再会をセッティングした。さらに翌日に金が会見を行い、自分は拉致されたのでなく、漂流中に北朝鮮に救助されたと主張した。これに対し、横田は金が横田めぐみは1994年に自殺したとする、従来の北朝鮮側の主張を繰り返したことと、 遺骨が DNA 鑑定で偽物とされたことについて怒りを表明した。この件において日本側の関係者やマスコミは一切排除されており日韓の分断を狙ったと考えられる。2006年9月19日、日本は北朝鮮においてミサイルや大量破壊兵器開発に関係していると疑われている15団体1個人を対象に 国内の金融機関からの預金引き出しや日本国外への送金を許可制として事実上凍結する金融制裁を閣議決定、即日発行した。これはあくまで北朝鮮の核開発疑惑に対する国際的包囲網の一部としての措置であるが当然拉致問題への影響も考えられる。横田夫妻は日本の北朝鮮に対する姿勢を示しているとして評価するコメントを出した。 2006年9月20日、新たな自由民主党総裁に安倍晋三内閣官房長官が選出され、同月26日に第90代内閣総理大臣に就任した。安倍は父、新太郎の代から拉致問題に関心が高く、2002年の帰国者5人の残留も安倍の意向が大きかったと言われているだけに、拉致問題解決に対する期待が高まった。 安倍首相は早速、拉致問題担当省と拉致担当の首相補佐官を新たに設置し、自ら本部長を務める拉致問題対策本部の設置を表明するなど、積極的な動きを示したが、相次ぐ国内問題や閣僚の不祥事などで、進展のないまま翌年9月26日に首相を辞任した。後継の福田康夫首相は、 北朝鮮政府との対話による問題解決を表明しているが、官房長官時代の対応から被害者家族の中には、福田に不信感を抱く者も,も多いと言われている。2006年10月16日、政府は対話と圧力という姿勢を継続し、拉致問題の解決なしに国交正常化はありえないとの方針を改めて確認した、今後の方針を公表した。 2007年2007年6月29日、韓国の連合ニュースが、金正日総書記が、日本人拉致問題についての徹底調査を指示した、と報じた。2007年10月9日、日本政府は北朝鮮に対し、日本独自の経済制裁を、半年間延長する方針を決定。2008年2008年6月11.12日、北京で行われた、 日朝公式協議において北朝鮮側は従来の拉致問題は解決済みとの姿勢を翻し新たに解決に向けた再調査の実施を表明した背景には米国が北朝鮮にテロ支援国家指定解除の条件として日朝関係の改善を要求するなどの圧力をかけたことがあるとみられるが調査に日本側がどこまで関与できるのかなど 依然不透明な点も多い。2008年9月1日、福田康夫首相が辞任を表明。9月24日には、麻生太郎幹事長が第92代内閣総理大臣に就任した。2008年10月10日、政府は北朝鮮に対する経済制裁の半年間延長を閣議決定。2008年11月22日、新立議連結成メンバーの一人で、 埼玉県知事の上田誠二は、埼玉市浦和区で開かれた第6回拉致問題を考える埼玉県民の集いにおいて、拉致問題と戦う知事の有志の会を発足させることを明らかにした。同会の結成は、宮城県仙台市長、梅原勝彦の提案によるものである。上田のほか、東京都知事、石原慎太郎、千葉県知事、堂本明子、新潟県知事、伊豆田博彦。 鳥取県知事、平井真嗣の5人が、発起人となり、全国の知事に参加を呼びかける。当初、達祖拓タクヤ・岩手県知事ただ一人が不参加を表明したため、同会の会長に就任した石原は、民主党の党首の小沢さんの出身地である岩手の知事を除いてですね、なんでかは知りませんよ私はと皮肉った。家族会、救う会、特定失踪者問題調査会。 拉致議連と連携して活動する方針。2009年2009年2月28日、全航空爆僚庁、田上敏夫が、名古屋の市民サークル、若宮会公塾主催の講演会、拉致問題と国防において、北朝鮮による日本人拉致問題をテーマに、家族会事務局長、増本照明、特定失踪者問題調査会代表、荒木和弘と共に講演を行い、 北朝鮮による日本人拉致問題をテーマに名古屋市内で講演し自衛隊を動かしてでもぶん殴るぞという姿勢を見せなければ拉致問題は解決しないと述べた。田も神は記者会見でぶん殴るとは具体的には何かと質問されると自衛隊を使って攻撃してでもやるぞという姿勢を出さないと北朝鮮は動かないと答え軍事オプションを 圧力の一環として威嚇することの重要性を訴えた。2009年2月、民主党代表である小沢一郎は、拉致問題は北朝鮮に何を言っても解決しない。金をいっぱい持って行き、何人かくださいっていうしかないだろうと金銭による解決を示唆し、一部から批判を受けた。民主党は、この発言に対する救う会からの問い合わせに対して、 民主党幹事長代理から、産経新聞社編集局長と政治部長宛てに、記事は事実無根の報道として、記事の訂正と謝罪を求め、3月4日中に回答することを要請したが、産経新聞政治部長は、3月4日、文書で民主党幹事長代理宛てに、正当な取材の結果得られたもので、かつ裏付けも取れているものとする旨を回答した。 2011年2011年7月6日、拉致問題対策本部本部長を務める菅直人が、拉致事件容疑者親族が所属する市民の党の派生政治団体に対し6,250万円の献金をしていたことが発覚。拉致家族の抗議や参議院議員、山谷恵リ子の追及を受け、謝罪した。菅は詳細について、一切明らかにせず、また返金も求めていない。 2012年2012年1月9日、民主党の中井博氏が中国東北部で北朝鮮の総ラ空朝ヒ、国交正常化交渉担当大使と極秘会談した。金正日が死亡してから初めての会談となる。拉致問題などについて話したとみられるが、詳細は公表されていない。2013年2013年1月16日。 拉致被害者の実定の松本照明が遺骨の問題からアプローチして最終的には国交正常化という道筋を北は策略していると思います。その策略には安易に乗らない方がいいと思いますと発言。民主党参議院議員の有田義夫はこれに大使自身のツイッターで人道問題を安易に策略と判断すれば日朝交渉など進みはしないなどと述べた。 同年3月7日、アリータは、安倍晋三首相に対しこれまでの内閣総理大臣が、拉致問題姿勢方針演説で、日朝平壌宣言、日朝国交正常化などといった言葉を使っていたにもかかわらず、第183回国会における、安倍内閣総理大臣所信表明演説で、拉致問題の解決に触れた際に、日朝平壌宣言や、 日朝国交正常化などが使われていないと指摘した。2013年5月14日、内閣官房参与の飯島一夫が安倍政権の要人として初めて北朝鮮の平壌を訪問。菅義偉内閣官房長官は官邸が主導したことを認めた。飯島は15日に金久し市朝鮮労働党書記、16日に平壌で 北朝鮮のナンバー2の近衛南最高人民会議常任委員長と会談。北朝鮮メディアは表敬訪問と報じたが会談内容は明らかになっていない。この包丁は日朝対話の再開や拉致問題解決への道筋を探る目的とみられ賛否両論となった。安倍晋三首相は10月22日午前の衆院予算委員会で北朝鮮による 拉致問題について、安倍政権の間に解決させたいと改めて強い決意を示し、この問題は圧力に重点に置いた対話と圧力の姿勢でしか解決しない。金正恩第一初期に解決をしなければ、北朝鮮の未来はないことをしっかり認識させ、真正面から取り組むよう全力を尽くすと発言した。2014年から2015年2014年2月。 国連の調査委員会は北朝鮮による拉致や公開処刑などは人道に対する罪に当たると非難する報告書を公表した。北朝鮮による外国人拉致の被害者は世界で20万人を超えるとした。調査委員会のメンバーは日本人は少なくとも100人が拉致された可能性を指摘し、日本は拉致被害を最も受けた国の一つとした。 2014年5月29日、北朝鮮当局による拉致被害者と特定失踪者の再調査の約束と日本側の制裁解除を行うことがストックホルムでの日朝協議により合意され、同年7月に北朝鮮当局による再調査が行われた。しかし、翌年以降も被害者帰国は愚か再調査結果の報告すらなく、北朝鮮政府側は 拉致被害者に対しての従来の主張を覆しておらず、日本側は承服しなかったことが、複数の日本政府関係者によって明かされている。北朝鮮が再調査に踏み切った理由として、西岡地からは、経済状況を上げており、国内の外貨が枯渇してきたことで、日本に触種を伸ばし始めたと考えられます。裏を返せば、日本が続けてきた北朝鮮への経済制裁が、 一定の効果を得たということでしょうと述べている。参議院議員のアントニオイノキは、サピオ2015年2月号のインタビューで、拉致問題担当大臣が10人以上も変わっているようでは、北朝鮮側もまともな交渉をすることはできないとし、必要があるのなら、朝鮮労働党幹部と信頼関係を築いてきた、私をいつでも使えばよい。選挙で、 拉致問題のパフォーマンスをしている議員とは違い、自分は命がけでやると述べた。2016年2016年2月10日、日本政府は北朝鮮による核実験と長距離弾道ミサイルの発射の強行に対して独自の制裁措置を決めた。2016年2月12日、北朝鮮は日朝合意に基づく日本人に関する 包括的な調査を全面的に中止し、特別調査委員会を解体すると宣言した。2016年6月9日発売の週刊文春に横田夫妻と孫とされる人物らの面会写真を公開した。写真は当時民進党に所属していた参議院議員の有田義夫が公開したものであり、2014年3月にモンゴルの首都ウランバートルにある迎賓館で、 撮影されたもので、拉致被害者で、現在も、消息不明の横田めぐみの孫で、横田夫妻のひ孫にあたる女児も写っている。それについて、横田夫妻は、有田氏から写真を見せられ、一部の週刊誌に掲載する写真だと説明された。と指摘しており、孫から写真を外に出さないでほしいと約束していたため、どこにも提供していないとしている。なお、有田は、 無断公開を否定し、写真の選択を一緒に行い、時間をかけて、原稿も見ていただき、求められた過失と訂正を行った上で、週刊、文春の記事になりましたと横田夫妻と、正反対の主張している。北朝鮮に拉致された、日本人を救出するための全国協議会は2016年6月9日、発売の週刊文春に掲載された、有田の署名記事、 およびグラビアに対して、横田夫妻に確認を取り、写真は、横田家から一枚もどこにも出していませんと連絡を受けている。なお、横田夫妻は2016年6月8日付で、横田茂、酒井良名の署名入り、皆様へ、と、マスコミの皆様への二つの手書きコメントを出しており、皆様へには、有田の週刊文春掲載の写真と署名記事に対する指摘、 および反論が書かれている。北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会は、アリータによる入手先不明の写真公開について様々な誤解が広がっていることから、横田夫妻に直接話を聞いた。救う会は、アリータが公開した写真を横田夫妻の所有だと虚偽をマスコミなどに伝えていたことを確認したとして、アリタを非難するコメントを出した上で、 有田が公開した写真の実際の入手先は北朝鮮以外には考えられないとの見解を出した。横田夫妻は写真の入手先を有田から聞いてはいないという。同年6月22日に開催された東京文京区民センター東京連続集会91において横田先へ本人の口から正式に有田とは意見が大きく異なる旨が言及された。 有田は、週刊、文春の記事について、横田夫妻と公開する写真を選択し、モンゴルでの詳細を聞き、原稿も細かくチェックした上で記事にしたと主張しているが、横田先へ本人は、その後の経緯は、週刊文春と、有田さんだけのことで、どんなものが出るかは、私たちは、全然知りませんでしたし、こういう文章で書いてくださいと、有田さんに渡したものでもありませんし、 全く、ノータッチで、写真の公開を了承しました。と否定している。2016年6月23日、外務省の金杉健二アジア太陽州局長が、中国で、蔡吉姫北朝鮮外務省米州局副局長と接触し、拉致被害者の帰国が重要であるとの日本政府の立場を伝達した。2017年2017年9月19日、 ニューヨークの国連本部でアメリカのドナルド・トランプ大統領が就任後初めて国連総会の一般討論演説で13歳の日本人の少女を拉致したと指摘し横田めぐみを念頭に北朝鮮による日本人拉致事件を非難した2018年2018年米朝首脳会談でトランプ大統領から金正恩委員長に対し 複数回拉致問題に関する提起がなされたとの説明がアメリカとの事前協議にあたった金杉賢治が委務省アジア太陽州局長から自由民主党の合同会議においてなされた。2019年2019年2月米朝首脳会談で米国のトランプ大統領は再度拉致問題を提起。2019年5月のトランプ大統領法日時には2度目となる。 拉致被害者家族との面会が行われた。拉致被害者家族からトランプ大統領に送られた手紙に対し、6月にはトランプ大統領からアメリカ大使館を通じて手紙が返信されている。2020年6月5日、拉致被害者家族連絡会の代表を務めた横田恵の父、横田シが老衰のため87歳で死去。横田の家族はメディアや ジャーナリストなどが安倍政権の拉致問題対応を批判していることに対し最初に日本国内で拉致が起きていることを報じ北朝鮮が認める前から北朝鮮の犯行を指摘していたのはメディアでは産経新聞安倍正美記者のみだったとし北朝鮮が拉致などしていないと言い続けられたのはその他の日本メディアや北朝鮮を支持していた国内左派の支えであるとした上で 何もやってない人が政権を批判するのは卑怯だと批判している。ジャーナリストの角田隆首相は、拉致問題に対する日本の左派の態度について、罪なき自国民の拉致にはなぜか無関心、中国や北朝鮮が相手になると借りてきた猫になる人々、恥ずかしくないです。と批判し、J、キャストニュースも日本メディアが横田の家族によるメディア批判をカットしたことを批判している。 6月14日、弁護士の橋本徹は、富士テレビ系、日曜報道ザ・プライムにおいて、軍事力の行使とかできない現状では、なりふり構わず、目的を達成するためには、北朝鮮にお金を払って、それで、拉致被害者返してもらうしかないと提言した。このか、数百人の失踪者について、特定失踪者問題調査会が、特定失踪者として、情報収集を行い、 北朝鮮による拉致が疑われる程度に応じ例バンダイ、リスト1000番台リストなどと分類し発表している。なお、特定失踪者問題調査会とは別に、救う会は日本国政府認定の17人に加えて、7人を拉致被害者と認定している。また、寺越武氏も北朝鮮による拉致被害者であると、各団体から主張されている。なお、 2012年12月28日に、救う会徳島が、行政機関の保有する情報の公開に関する、法律に基づき行った、情報開示請求により、警察庁が公開した情報によると、2012年11月1日時点で、拉致の可能性が否定されない特定失踪者として、捜査、調査が行われている対象者数が全国で868人に、上っている。 内閣総理大臣、金子議員にお答えいたします。激励を込めたご質問に感謝申し上げます。拉致問題についてでございます。北朝鮮による拉致は国民の生命と安全に大きな脅威をもたらすことから普通にはテロと言えると思います。詳細は朝鮮統一問題を参照。聖華台襲撃未遂事件、文成功事件、ラングーン事件、 大韓航空起爆破事件など、有本は同年6月頃に日本へ帰国する予定の電報を実家に送っている。その後コペンハーゲンで仕事が見つかったので帰国が8月になるという電報が入った。ところが帰国予定日になっても有本は帰国せず心配した家族が航空会社に搭乗者リストについて問い合わせたところ、有本の名前はなくキャンセルしたのも ありもと本人ではないという返答だった。真は事前に中華料理店店主と貿易会社の社長を協力者として犯行グループに入れている。まず店主から原に、いつまでもこの仕事ではきついだろう。知り合いに事務職を募集している会社があるから、そちらに行ってみてはどうか、と原に持ちかけた。もともと長崎県の商業高校出身だった原は、その話に乗り、 採用面接が行われることになった。場所は梅田にある朝鮮総連系の焼肉店で、新、店主、貿易会社社長の3人によって面接で採用が決まる。その夜したたかに酔わされた原は、新羅と夜行列車で宮崎市に向かった。途中拉致が気づかれぬように万全を期して、大分県別府市で一泊している。社会党5名、公明党2名、 無所属一名新立記念に呼びかけ人は以下の通り。石橋茂、近藤元彦、高市さなえ、中川翔一、中川義尾、平沢勝栄、米田健三上田誠治、佐藤道夫、原口和弘、松沢成文、松原人志、吉田光一、塩田進、田村秀明、西村慎吾、森優子、小池由里子2002年9月17日の小泉。 純一郎首相の北朝鮮訪問後、漆原義夫が参加。小泉法長、日朝首脳会談の結果を受け、社会民主党の安倍智子が、拉致議連への参加を申請したが、事務局長の平沢克恵より、拉致被害者家族会には、社会民主党に対して疑念と不信があることを言い渡され、参加を拒否されている。2009年8月現在の拉致議連役員は、会長、 平沼武夫顧問県会長代行、中川翔一、会長代行、中井博士、幹事長、西村慎吾、事務局長、小谷刑治、事務局長代理、松原人氏、事務局次長お前修雄。議連参加格闘ごとに副会長、幹事を置く。2002年のソロ名義のツアーでの、どん底のブルース、2005年に、サザン名義で発売された。 ミスターブラックジャック裸の王様。2007年のソロ名義のツアーでの漫画ドリーム07など。ありがとうございます。